稲葉山にて最初の任を成功させた風魔小太郎は、己と同様に竹中半兵衛暗殺の任を受けていた猿飛佐助春日に出会った。くしくも次の目的をも同じくする二人が同行する形となったのである。こうして三人は豊臣秀吉の暗殺を目的とし、豊臣軍が強固な陣を敷く山崎へと忍び込んだのであった。言った通りだ、あんたの邪魔はしない。んじゃ、よろしく頼むよ。気に入らないな。風魔覇王暗殺。さてさて、伝説の技を拝見します。私は貴様が信用できない。好きにやらせてもらう。私に構うな。仲間がいるか。何匹群れようと変わらぬわ。なあ、あんたさ、どこの出身？眩しい！目が眩しい！我が軍の砲弾を利用する。あんた、なんで傭兵なんかやってるんだい？サスケ、奴に構うな。話しかけるんじゃない。また虫か。自分が死んだことにも気づいてないね。ありゃちょっと走り疲れてるけど負けはしねえ。たとえネズミ三匹とて全力で追い詰めよう。よい。ここ天王山に入り出されたのは雲の網。あんたの話を聞かされたよ。あんた一体年いくつ？まさか伝説を目にする日が来ようとはね。忍びやっててよかった。真面目にやれ。この技一体どこで習得を？あんたは草じゃない、ラッパだね。ここまで来たんだ。忍びは皆その名を知っている。だが本当にこの世にいるのか誰も知らない。
それしきで図に乗るとは器を知れよ。そこ知れぬものよ。おっと、お株を取られそうだな。そろそろ本気を出しますか。最初からそうすればいいんだ。そこでこの国の未来は作れた。お前か、安兵衛を倒したという忍びを。覚悟のほどはできているであろうな。この秀吉を暗殺とは、世の対局も図れぬ小者どもが図に乗るな。来い。忍びが何をしよう、我を崩すことはできぬ。おお、もう始まってるな。早い、なんてやつだ。悪いけど、三人がかりってのは成り行きでね。こうやって判明を返してる。そんなこと、地獄の底で後悔させてやろう。人中死の像よくやるよ。お前の技はあの二人とは違うようだ。その力を手に入れるため何を捨てた。これも夢のまた夢、良い夢であった。いいくじ引いたのはあんただったか。こんなにも簡単に。ともあれ、これでお仕事完了。次に会うときはお互い敵同士だな。ま、お手柔らかに頼むよ。
何？おいおい、冗談。